テリー・キルバーンは、イギリスのロンドン出身の元子役。一部のクレジットでは、テレンス・キルバーン、または、テランス・キルバーンと表示されていた。映画、クリスマス・キャロル予告編より1926年11月25日に、イギリスのロンドンにて、ロンドンバスの車掌を務めるトム・キルバーンと主婦の、アリス・キルバーンの息子として生まれた。幼児期は、有名人のモノマネをする。 寄せ芸人として活動していた。ハリウッドに挑戦したいという夢を両親に話して受け入れられアメリカ合衆国に移住した。エディカンターが担当するラジオ番組に出演した後、1938年制作の映画、開国魂で映画初出演を果たした。クリスマスキャロルの最後のシーンの私たちみんなに 神の祝福がありますようにと、チップス先生さようならの最後のシーンの、さようなら。チップス先生という彼が発したセリフは、映画史上でも特に有名なラストのセリフになっている。この2作品の他に、デビュー作の、開国魂と、シンド・ドビンソン漂流記でも重要な役を演じた。高校を卒業した後は、映画よりも、舞台での活動を優先させるようになった。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ではドラマについて学んだ。最後の出演映画となった1962年制作のロリータでは何もなき男を演じた。1970年から1994年までミシガン州ロチェスターに位置するオークランド大学のメドーブルック劇場で芸術監督を務めていた。2013年のインタビューでは メトロゴールドウィンメイヤーの学校に通っていた時期、隣の席にジュディ・ガーランドが座ったことがあり、その魅力に引き込まれて、すぐに彼女に恋心を抱くようになったと話している。50年以上の同性愛パートナーだった俳優のチャールズ・ノルテは2010年1月に亡くなった。ありがとうございます。